お疲れ様です。ごめんなさい。先輩が風邪ひいちゃったみたいで。先輩一人暮らしだから心配で。私も看病のため、お休みをいただいてもいいですかあ、はい。ありがとうございます。失礼します。よかったですね、先輩。今日は会社休めますよ。やっぱり目隠ししなくて正解。に <laughs> らんでくる先輩かっこいい。 一生懸命抵抗してるみたいですけど無駄ですよ手足縛り上げられて猿靴がかまされた先輩に何ができるんですか人を疑うってことしないからこうなるんですよまあそういうところが好きなんですけどあこれ暴れないでください無駄だって言ったでしょ暴れても 縄が食い込んで苦しくなるだけですよ。今まで気づかなかったなんてひどいですね。私が先輩を好きってこと。同性愛ってのもあるんですよ。気づいてもらおうと頑張ったんだけどな。でも先輩が鈍感だからこうして縛り上げることができた。私の夢だったんです。本当は 先輩の手足を切り落として、止血して、お家に飾ろうと思ってたんですけどね。人間ってそう簡単に切れないらしくて、どうしようかなーって思ってたんですけど、縛り上げるのもいいかなーって。もともと金箔には興味あったので、縛られてる先輩、すっごくエッチで可愛いです。すっごくエッチで可愛いです。綺麗です。これで先輩は、私のもの。 もうあのクソ上司にも、他の女どもにも触れさせない。未来永劫、私だけの。そんなにもがいちゃって、無駄だって言ってるでしょはどけないですね。なんでですかね。声も出せませんね。エッチ殿。怖がらなくて大丈夫ですよ。あやめるつもりはありませんから。あやめたら、 私のものとして飾れませんから。先輩の可愛らしい声も、凛々しいお顔も見れなくなるかもしれませんし、食事はちゃんと与えますから。なんでそんなに嫌がるんですか先輩は私のこと嫌いですか私は大好きですよ。愛してるんです。好きで、好きで好きで、好きでたまらないんです。おかしくなるくらい。 食べちゃいたいくらい。一回猿靴は外しますね。先輩の唇柔らかい。 <laughs> これが先輩の噛んでたソルグツは先輩の唾液がたっぷり染み込んでる、うん、<笑><笑>先輩好き <laughs> 先輩の胸縄のおかげですっごく大きくなってますね 触られて嬉しいですかされぐつはされてないから、声を抑えないと、隣人に聞こえちゃいますよ。おや立ってますここ。興奮してるみたいですね。ほら、声を抑えてください。気持ちいいなら、気持ちいいって言ってください。 先輩の下着、濡れてませんか興奮してるからですよね嬉しいんですよね縛られて敏感なとこ触られて気持ちいいって言ってくださいお生 <coughs> 際が悪いですねしょうがないですね嘘つきのお口は塞ぎますはあ <laughs> またさるぐとはされちゃいましたね これではもう存分喘げますよ。さあ、二人で楽しみましょうか。